今回は吉田茂について言います。吉田茂はバカ野郎解散などで有名ですが、アメリカとの関係も良くし、1期目やった後鳩山哲、芦田仁が2期やった後、その後4回連続もやりました。これは安倍晋三の3回連続を抜くやつでした。吉田茂は死んじゃった後、佐藤栄作総理が吉田茂の国葬を開いた。